got a feeling that tonight will be the best night I can feel in. When I see you around, my heart is set to healing. タイムアクションです。今回はですね、バンブルビーのフライ、ハチのフライですねを紹介していきたいと思います。エクステンドボディですね。尻尾のところにはフォームボディーズ XS を使って、ハチのね頭に 1.5 ミリのフォームです。その他ですね、羽に CDC フェザーを使用して、アブドメンにね少しアイスダイブを巻きつけて、最後にねラバーレッグを取り付けた簡単なフライパターンになります。最盛期のねテレストリアルパターンとしてはね最高なんですけど、ちょっとね季節早いんですけど、まあ関東地方の方でもね24度超えて、まあ初夏を思わせるようなね陽気の日もありますし、あと野池とかでお子様を連れてブルーギル釣ったりするときもね、こういうテレストリアルパターンあるとね結構気分が上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひですねこちらの動画を参考に作っていただければと思います。それでねやっていきましょう。まずですね、フックをバイスにセット。で今回使うフックは C12B の16番になります。スレッドで下巻きをして、フックポイントよりやや後ろですねのところでスレッドを一旦止めて、フォームをね止めていきます。次でフォームボディを使ってフォームをね巻きつけていきます。この先っちょの黒い部分ですね、黒い部分をフックシャンクの上に巻きつけるような感じで、一度巻きつけたら次ねフォームの小さく切ったねフォーム、これをね今度は頭側からフックシャンクに、ね、止めていきます。止まったところで今度はウィングを取り付けていきます。 CDC をね3束重ねてシャンクの上に乗せていきます。スレッドね2回かけたところでフックベントリーねやや少し長めに長さをね引っ張って調整していきます。でもしねCDC がね長すぎる場合は、まあその後に切ったりとか、まああとはね釣り場で調整していただければいいと思います。スレッドを何回か巻いて固定。次ねアイスダブをダビングしていきます。フォームを折り返して鉢のね頭を作っていきます。少しねスレッドダビングをしながら、次はねラバーレッグを取り付けていきます。次はねラバーレッグの取り付けを行います。今回使うラバーレッグはスモールラバージグで使われているエクストラファインと言われているね、とても細い
ラバーを使っていきます。スレッドでかけたところで折り返して、もう一度ねスレッドを巻いていきます。止まったところで、ちょっと長いなこれ、多少ねラバーレッグ曲がってても後で調整できますんでね、こんな感じで止めたところでフィニッシュをしていく。終わったらスレッドをカット。ラバーレッグをカットして長さを調整していきます。フォームもカット。次ね、この尻尾、お尻のところを黒いところでカットして、ライターでねお尻を丸くしていってあげます。少し遠目でライターの火を出ていって、熱いうちに指で整えていきます。